つもご視聴いただきありがとうございます。今日は罪とは何かについてお話ししたいと思います。最後にお祈りの方法も紹介しているので、ぜひ最後までご覧ください。気に入っていただけた方はチャンネル登録と高評価をぜひよろしくお願いいたします。それではまず聖書をお読みいたします。イザヤ書59章2節、あなた方の咎があなた方とあなた方の神との仕切りとなり、あなた方の罪が御顔を隠させ聞いてくださらないようにしたのだ。私たちが生活するこの世界は神様が作られたものなのに、どうしてこんなにも多くの問題が存在するのでしょうか。今世界中にまた個人に起こっている全ての根本原因は罪です。そしてこの罪は教育が発達しても科学が発展しても全くなくなりません。減るどころか問題は増える一方です。世界が環境問題のことを取り上げることはしても、不思議なことに最大の問題である罪を問題として取り上げることはありません。取り上げたとしても、確かに人間の浅はかな知識や努力によっては解決の答えはいつまで経っても出てこないでしょう。それでは罪とは一体どこから来たのでしょうか。聖書はサタンから来たと教えています。神様が作られた初めの世界は愛と平和に満ちた素晴らしいものでした。創造の冠として人間はどの木からでも取って食べても良いという素晴らしい自由を与えられていました。しかし神様の主権を象徴する善悪の知識の木から食べるなら、あなた方は必ず死ぬと神様に命じられていました。神様から与えられていた自由は神の形に似せて作られた人間にとって最高の特権でした。ところがサタンは善悪の知識の木の実を取ってそれを食べるとき、あなた方は神のようになると言って誘惑しました。人間の始祖であるアダムとエバはついに神様の主権を無視して善悪の知識の木の実を食べ、確かに神のようになりました。神のようになったという意味は、すべてを神様中心に考えるのではなく、神様のようになって自分中心に考え行動するものとなったということです。それこそが罪であり、罪の根本なのです。神学用語ではこの罪のことを原罪と言いますが、神様を無視し不従順になり、そして自己中心に生きることこそが罪の根本であり、様々な罪はすべてここから派生してくるのです。この世の中にはびこっている様々な問題、例えば強盗や殺人、誘拐、戦争、暴力、レイプや様々な事件など、すべての問題の根本原因は神様を無視して神のように振る舞う人間の自己中心から来ることなのです。教会でよく聞く言葉の一つがこの罪という言葉です。一方、日本人は世界的に見ると勤勉に働く国民性があり、真面目な人が多いと言われます。そのため日本人にとってこの馴染みのない罪という言葉に抵抗を感じる人もいるかもしれません。罪とは通常ギリシャ語でハマルティアと言い、これは的を外すという意味があります。つまり神様に対して的が外れるということを指しています。通常私たちが使う罪という言葉は犯罪のことを指す意味合いが強いですが、聖書が教えている罪は異なります。聖書が教える罪は神様から的が外れているわけですから、神様との交流もありませんし、神様との信頼関係も神からの愛も正しく受け取ることができません。的外れの状態ですから、神様とは反対の方向を向き、神様から離れ、神様に心を閉ざしている状態です。かえって神様に対して不審な思いを抱き、不従順になり、自己中心になり、最終的には神様に敵対します。それは神のように振る舞い自分中心となって、最後には自分を神として
崇めるからです。よって、私は罪人ですということは、私は神様と交流がありません。私は自己中心です。ということと同じで、人間の罪性をよく表しています。罪、つまり、的外れの状態は、すべての事柄を含むので、どのような事柄にも適応することができるのです。私は罪人です。という告白は、神様と生まれながらの人間の関係性を表す表現として、最もふさわしい言葉です。罪という言葉は、日本語では一つですが、英語では二つの言葉が用いられます。一つ目のクライムは、主に法律上、刑法上の罪、例えば、窃盗や殺人のことなどを指す言葉です。二つ目に、信とは、宗教的、道徳的な罪も含む、広い意味での罪を指しています。例えば、嘘や嫉妬、偽善や悪意なども含みます。図で表すと、次のようになります。この図を見るとわかりますが、クライムは、罪の中の、ほんの一部のみを意味しています。しかし、聖書の扱っている罪は、すべて、真の罪を指しています。人間の基準や、道徳においては、罪でないことも、創造主である、神様の基準において、罪として認められるものは、真の中に含まれます。例えば、人を殺すことは恐ろしい罪です。しかし、聖書では、心の中で、誰かに、激しく腹を立てたり、人を憎んだりするなら、それは、すでに人を殺したことと同じだと、教えています。姦淫の罪を犯すことも同じです。情欲を抱いて、誰かを見るなら、心の中で、すでに、姦淫の罪を犯したことと同じだと、聖書は教えているのです。実際にイエス・キリストが語られた言葉を、聖書で確認してみましょう。マタイの福音書5章21から22節。昔の人々に、人を殺してはならない。人を殺す者は裁きを受けなければならないと言われたのを、あなた方は聞いています。しかし、私はあなた方に言います。兄弟に向かって腹を立てる者は、誰でも裁きを受けなければなりません。兄弟に向かって能なしというようなものは、最高議会に引き渡されます。また、バカ者というようなものは、燃えるゲヘナに投げ込まれます。同じく、マタイの福音書5章27から30節。姦淫してはならないと言われたのを、あなた方は聞いています。しかし、私はあなた方に言います。誰でも、情欲を抱いて女を見る者は、すでに、心の中で姦淫を犯したのです。もし、右の目が、あなたをつまずかせるなら、えぐり出して、捨ててしまいなさい。体の一部を失っても、体全体ゲヘナに投げ込まれるよりは、良いからです。もし、右の手があなたをつまずかせるなら、切って、捨ててしまいなさい。体の一部を失っても、体全体ゲヘナに落ちるよりは、良いからです。このように、神様の基準によって罪が決まるなら、私たち人間は、今まで、どれほど、多くの罪を犯しているのかわかりません。一日の中で、どれほどの罪を犯すでしょうか。それが、一年後、数年後、そして、一生を終えて、神様の、見前に立つ時には、前科何犯となって、裁かれるのでしょうか。それを考えるだけでも、恐ろしいほど、私たちは、神様の前で、常習的に罪を犯している存在なのです。谷中博美牧師は、刑務所伝道に励まれました。網走刑務所で、大勢の囚人たちの前で、こう話しました。あなたたちは、馬鹿正直なのだ。憎らしいと思ったら、担当を持って相手を刺し殺したでしょう。女の人に見せられたら、犯したでしょう。しかし、周りにいる看守さんも、後ろにいる所長さんたちも、神様の前には、みんな同じ思いを持った、同じ罪人なのです。囚人たちは、喝采し、油屋刑務所長は、涙を流し、その通りです。と悔い改めました。その中の何人かの死刑囚が、イエス・キリストを信じ、救われ、
天国の恵みに入っていったそうです。もし、私が、あなたの時計が欲しくなって、うまくそれを盗んだとします。あなたは、帰る途中にそのことに気づき、戻ってきて私を責めます。私は隠しきれなくなって、時計を返し、どうか、今回だけ許してください。これを公にしないでください。と、泣いて頼みます。慈悲深いあなたは、今回だけだよ。と、許してくれました。私は、ほっと、胸をなで下ろすでしょう。これで、刑法上、道徳上の罪は解決したかもしれません。しかし、私は、まだ、神様に対する罪が許されてはいません。神様の、御前に、罪を告白して、イエス・キリストの十字架によって罪を許されない限り、私は、依然として、罪人のままなのです。本来、罪とは、人に対するものだけでなく、神様に対するものなのです。日本人は、恥意識はあるが、欧米人のように、罪意識がない。とよく言われます。それは、このような人間関係における罪だけを考え、創造主である、神様に対する罪が、わからないからです。すべてのものは、光によって見えるものです。そして、光が強くなればなるほど、見えなかったものまで、見えるようになります。罪も同じです。ろうそくの光だと、物が見えます。電気の光だと、小さなゴミが見えます。日光の光だと、部屋の空気中の塵が見えます。光が強くなるほどに、見えていなかった細かな塵まで見えるようになるのです。法律の光に照らされると、刑法上の罪が明らかになります。道徳の光に照らされると、道徳上の罪が明らかになります。神様の光に照らされると、すべての罪が明らかになります。罪も、神様の光という、強い光に照らされるなら、隠れていた罪も、すべてが明らかにされるのです。このように見るなら、神様を無視すること、神様への反逆、自己中心こそが、罪の根源であるとすれば、罪のない人など、存在するのでしょうか。神様の光に照らされて、私には、一つも罪がない。ということができる人は、誰もいません。聖書にも次のように書かれています。第一、ヨハネの手紙一章八節。もし、罪はないというなら、私たちは自分を欺いており、真理は、私たちのうちにありません。群馬大学、医学部において教授をしていた、鹿野教授は、自分の研究に行き詰まっていました。なかなか、これといった研究発表ができずにいたのです。そのような時に後輩が優れた論文を発表し、さらに心は焦り、妬みと、醜い心が芽生え始めました。学校からの帰り道、お酒を飲んでから、教会に立ち寄りました。その時、真面目な学者だと信じていた、自分の心の中に、醜い心が隠れていたという、罪を悟らされ、悔い改めて、イエス・キリストを信じました。その後、群馬大学の中に聖書研究会を開き、教授や学生の中から、多くの救われる人々が起こされました。下の図は、神のようになった私たちの心から出てくる罪の図解です。すべての悪は、人の心の内にあって、外に出てきます。これは、創造主である、神様から離れてしまった、原罪によるものです。イエス様も、次のように言われました。マルコの福音書7章20から23節。人から出てくるもの、それが、人を汚すのです。内側から、すなわち、人の心の中から、悪い考えが出てきます。みだらな行い、盗み、殺人、姦淫、貪欲、悪行、欺き、公職、妬み、罵り、傲慢、愚かさで、これらの悪は、皆、内側から出てきて、人を汚すのです。罪とは、神様との関係を断絶するものです。親のいない子供は、とても寂しく、常に満たされないように、魂の親である、神様から離れた人間も、同じように、孤独感や、虚しさ、在籍感、劣等感などに襲われます。そこから、
逃れようとして、欲望のままに、悪習慣の奴隷となる人もいます。また、体や心の病気になる者さえいます。罪は、結局、すべての人の人生を破壊するのです。自己中心は、自分と親しい周りの人々をも、傷つけ、関係をも破壊します。つまり、聖書に書かれているように、罪から来る報酬は、死なのです。罪は、具体的に、三つの死をもたらします。一つ目に、霊的な死は、神様と霊の分離、神との関係の断絶をもたらします。二つ目に、肉体の死は、第一の死とも言います。これは、肉体と霊との分離をもたらします。三つ目に、永遠の死は、第二の死、地獄とも言います。これは、神様との永遠の断絶をもたらします。私たちは、この最大の問題、罪から、救われる必要があるのです。それでは、一体、この罪を解決するには、どうすれば、良いのでしょうか。この罪は、どうすれば、許されるのでしょうか。ローマ人への手紙、6章23節を、もう一度、確認してみましょう。罪から来る報酬は死です。しかし、神のくださる賜物は、私たちの主、キリストイエスにある永遠の命です。この罪から救われる唯一の方法は、イエス・キリストを信じることです。イエス・キリストこそが、私たちを、この恐ろしい罪から救うために、この地上に来てくださった、救い主なのです。イエス・キリストを信じる者にだけ、永遠の命が与えられます。ぜひ、あなたも、神様からの最高の贈り物である、イエス・キリストを信じ、永遠の命を受け取ってください。次回は、イエス・キリストと十字架について、詳しくお話ししたいと思います。ぜひ、次回の動画もお楽しみに。それでは、最後にお祈りをします。次の祈りを参考にしながら、神様に導かれるままに自由に祈ってみてください。愛する天のお父様。今日は、罪について、聖書から知ることができたことを感謝します。今まで、神様を無視して、自己中心になって、神様の前に犯してきた、すべての罪をお許しください。悔い改める必要のある罪を、すべて悟らせてください。そして、同じ罪を、二度と繰り返すことのないように、聖霊の力によって助けてください。イエス・キリストが、私の罪のために十字架で死なれ、三日目によみがえられたことを信じます。そして、イエス・キリストを私の心に歓迎します。イエス様、どうぞ私の心にお入りください。神の力によって私を自己中心から解放し、神中心に生きる者へと生まれ変わらせてください。これから、もっと、深く、神様のことを知り、これから神様と共に生きることができるように助けてください。イエス・キリストのお名前によってお祈りします。アーメン。